公演第2回目エビダン出張視聴覚室拡大版スペシャル。もうすぐクリスマスですが、もしご予定がなければライブはいかがでしょうか。イエーイ。長い長いです、タイトルが。はい、よろしくお願いします。私 MC を務めさせていただきます、響きの、三つ子でも謝る方でもない方、響き小林です。よろしくお願いします。おお、いいですね。皆さん3割ぐらいの力で声援ありがとうございます。本当にね、本日はですね、ニコニコ本社1階サテライトスタジオよりたくさんのお客様を迎えて公開生放送でお届けしております。会場にお越しの皆様、視聴者の皆様、どうぞよろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。いやいや、もうね、もう僕のね説明はもう待ちかねてますよね。皆さんね、会いたいですよね。エビダンに、エビダンに会いたいか。どうした、おい、どうした、エビダンに会いたいか。オッケー、わかりました。じゃあまずはね、僕の生い立ちを2時間半の VTR にまとめたんでね、そちらを見ていただきましょう。なんちゃってっつってね、一滑りしたところで、さあそれではですね、盛大な拍手でお出迎えください。いっちゃいますよ、エビダンメンバーをお呼びしましょう。まずはクリーミーさん。続きまして、ディッシュッディッシュッ。続きまして、超特急バレットトレイン。そして最後はプリズマックスです。いやいやいや、いいです、綺麗に背の順な感じで並んでいただいて、いいですね。改めましてエビダンでございます。拍手。はい、いやー、今までと打って変わってね、女性陣のね目がハートになってきましたよ。いいですよ。さあそれではですね、自己紹介とかをしていきたいと思いますけれども、じゃあこっちのクリーミーからいこうかな。はい、行きましょうね、クリーミー。さあ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 、いきますよ。ほらモニターからあふれんばかりのイケメンということで、いいですね。お、早速もうカイ君とか来てますね。じゃあいきましょうか、自己紹介。はい、はい、チャームポイントはひとみです。でも名前は田口です。よろしくお願いします。どういうこと。惜しいよね、ひとみっていう名字だったらよかったのにね、本当に。さあ続いては、はい、中学1年生13歳リポスキムです。よろしくお願いします。 OK、 いいですね。お、かわいい。はい、さあ続いて、上から読んでも下から読んでもサバハタではない流星です。どっちだよ。サバハタ、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 タワーザ、もうわかんないよもう。はい、この3人がクリーミーです。オッケー、クリーミー。なるほど、今日はクリーミーを応援しに来たっていう方はいらっしゃいますか。はい、おー、なるほど、結構いますね。おー、いいですね、ナイス、クリーミー。やっぱ可愛いっていう声がね多いですよね。これもう平均年齢いくつぐらいなんですか。14ですって、すごいですよね。もう、なるほど、わかりました。いや、クリーミーが、まあ、最年少グループではない。あ、まだこの下にイーチェリー、あ、イーチェリー、イーチェリー下っぽいね。クリーミーより下、やっぱチェリーしかないもんね。わかりやした、そんなクリーミーでございます。よろしくお願いします。さあ続いて、なんかやったろう感が強いこの3人ですけども、いっちゃいましょうか、自己紹介。はい、小林の子に小林の林で小林です、うん、そのまんまじゃねえか。そのまんまじゃないか、おい。お願いします。お願いします。いいね。あ、下リュウジっていうんだ。はい、リュウジです。おー、なるほど、リュウくんとかリュウちゃんとか、リュウちゃん、うん、リュウくんとか、かわいいなお前。あ、そう、好きだよ俺も。あ、そう、続いていきましょう。はい、立ち話もなんなんで、立花遠いです。よろしくお願いします。
何それ、なんかなんか自己紹介ちょっと面白い自己紹介入れてくるねみんなね。なんだろう、芸人がなんかネタを仕込んだ匂いがすげえプンプンしますけど立花氏もなんなんで立花です。わかりました、よろしくお願いします。これなんて言うの、遠い、遠いです。遠い、はい、本名、本名です。本名で遠い、はい、すごいね。お父さん外人、違います。あ、違いますあ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。続いて、笑顔の、あ、明るい笑顔の下に可愛かっこあり、匠です。怖えよおいなんだよおい、ちょっとやめてよ何があったのかってもドキドキしちゃうじゃん絡むときに。本当は別に何もないだよね。はい、ない、うん、ただただ家って言われただけってことだよね。うん、オッケー、100点の愛想笑いいただきました続いていきましょう。あ、ごめんなさい、この3人が、本当はもう一人矢部くんがいるんですけど、はい、今日はちょっと矢部くんは、あ、お仕事で、お仕事で今日いないんですけど。なるほど、日雇いのバイトの方が忙しいです。なるほどね、もう一人4人でディッシュ、ディッシュです、ディッシュです、よろしくお願いします。お、なるほど、わかりました。じゃあ続いていきましょうかね。はい、はい、村田由紀です。うん、いいやつです自分で言うんじゃないよ、自分で言っちゃったよおい、いいやつなんだね、うん、多分ちっちゃい声で多分って言いましたけど。さあ続いて、ありがとうございます。大阪生まれ大阪生まれ大阪生まれ大阪育ちの松尾隆史です。隆史は太陽じゃなくて隆史です、うん、よろしくお願いします。そういうことだよ、太陽じゃなくて隆史、自己紹介の最初ちょっとゲップしなかった、大丈夫おはようございます。あ、本当大丈夫、弁当食いすぎたわけじゃないよね。いや違います、大丈夫だよね、わ、はい、かりましたさあ続いていきましょう。吉野光一、高校2年の17歳です。お、好きな食べ物はたこ焼きです、お願いします。おお、たこ焼きや、たこ焼きや、たこ焼きや、外はカリッと、中はふっくらで、でなるほどね、わかりました。その話もうちょっと詳しく聞きたいんですけど、次行っていいですか。あ、大丈夫ですね行きましょう。はい、あ、こちらかな、はい、はい、そうです、竹村翔です。略して竹村翔です。いや、略してねえじゃねえか略してないじゃないですか、受けなかったんでもう一回やります大丈夫ですか竹村翔くん、はい、よっしゃ、拍手。いやいやいや、大丈夫だ、クオリティは高かったから大丈夫。さあ続いていきましょう。はい、小笠原海です。うん、フランス語で言うと、うん、分かりません。分かんねえのかよなんだよドキドキしちゃったよ海くんね、よろしくお願いします。さあ続いて、船津龍馬です。1日の半分を木の上で過ごしてます。どんな生活してんだどんな、だからそんな痩せちゃってんのかな飲むよ本当に、もう陸上もいいとこいっぱいあるからね、生活して木の上だけじゃないから、はい、よろしくお願いします。さあ、パンサカの肉団員ズンケー合格しました。何何今の何何今のちょっとクラス1の人気者が出てきたよ。来た。いいじゃん。いつもこういう感じで自己紹介するの？あ、急に、え？激しい方。今日は激しい方。テンションが上がっちゃったのかね。いいですよ。その調子です。これは7人ですか？はい。7人で？何に合わせて？せーの、超特急です。全然合ってない。かっこいい。でどうした、ちょっと反応が悪かった。いや、なんないもう一回やる、いやもう大丈夫、結構本当結構大丈夫さあじゃあ続いてラストですか。はい、お、はい、どうぞどうぞどうぞクリスマスの森崎でいいんですよ。うん、こっちちっちゃいどうしたんだよおい、ウィーンすごいメッセージもなんか、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィン君はね、ウィン君は僕とあの映画の舞台挨拶で、共演したことがあるんですよ、階段レストランっていう、知らない、
あの工藤彩乃ちゃんが出たやつよね。で僕あの相方が映画に出てるっていうだけで、はい、勝手にあの舞台に上がり込むっていう、ね、はい、そうなんですよ、ステージ泥棒っていうね、あだ名がつきましたけど、それ以来でよろしくお願いしますね。本当にお願いします。さあ続いて、すいませんでしたで、ね、おなじみの清水大輝です、うん、いやおなじみじゃないでしょそれうちの相方の豚のやつそうですよ本当に豚のやつですよはい、よろしくお願いします。あ、大輝愛してるよとか来てますよ、かわいいね。さあ続いていきましょう。大輝愛してる、うん、はい、どこに手振ってんのさあ続いていきましょう、はい、黒川ティムです、二十歳です、よろしくお願いします。よいしょ。お、キムはハーフ？ハーフです、アメリカと。へえ、え、どっちが？あ、お父さんが。お父さんがアメリカです、うん、かぁ、すごいですよね。英語ペラペラです。めっちゃ英語ペラペラなの。めっちゃ英語ペラペラ。さっきも楽屋であのリポスと英語で会話してて、うん、いや、え、リポス？リポス？クリーミーのクリーミーのリポス。あ、リポス！すごいね。ちょっと後でね、なんかやれたらいいね。うん、わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、さあそして、バンズユキ18歳です、よろしくお願いします。おえ、バンド、バンドじゃないです、バンドじゃないゆで卵を食べる、まあ、事務所の先輩ではありますけどそっか、あの人スターダストだったっけ、はい、あーなるほど、え、はい、ラドっていう愛称ね。あのアメリカの名前が、うん、ラドニー・バーンズなんで、うん、ラドって呼ばれてるんですよ。ハーフ？ハーフです。あ、ハーフ？ハーフです。見えないね、うん、見えないです嘘ですけど。さあ、4人合わせて、はい、せーの、BRIZ。 バラバラじゃんけど。ちょっと待て、おい、責任者誰、ちょっと全然揃ってないよ。頼みますよ、本当に。仕込んでました、仕込んでました。さすがこっちあるって聞いてますよ、俺は。プリズマックスが一番あるって聞いてますよ。わかりました。さあ、ということでこれが、エビダンメンバーですね。はい、ですね。わかりました。ありがとうございます。さあ、本日のイベントについて、紹介できますでしょうか。はい、ニコニコ本社での公演は10月29日に続いて2回目です。さまざまなコーナーで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、前半30分は、ワイワイ楽しくトークイベントを行います。そしてこの様子も、ニコニコ動画でも、放送されているのでぜひ皆様最後までお付き合いください。はい、はい、後半の30分はですね、歌やダンス必見のエビダンライブをですね、うん、この会場にお越しいただいているお客様限定で、やっていきたいと思います。やったぜ皆さん。はい、最後まで盛り上がっていきましょう。やりました、一つになりましたね。さあ、それでは、コーナー行っちゃいましょうかね、はい、箱の中身は何だろうな、エビダンユニット対抗アドリブパフォーマンス大会。イエーイ、大輝、大輝、ね、だいぶ被弾してますよ。はい、さあ、ルールは簡単でございます。この箱の中にですね、さまざまな、ミッションが書かれております。このミッションをですね、チームごとに、クリアしていっていただきます。はい、制限時間は2分から3分の間で設定しておりますので、そのミッションを見てですね、お客さんと、こちらの、ニコ動の視聴者が、一番いいなと思ったチームを、最後投票するということですね。で、一番ダメだったチームは罰ゲームがございますよ。何だと思います？罰ゲーム。まさかの？何？ボスにする。ボスにする。リスクでかいわ、俺。俺が責任持たされちゃうよ、それ。まあまあね、楽しみにしといてください。はい。わかりました。なんでね、罰ゲームにならないように頑張ってください。よろしくお願いします。さあ、まずはクリーミーさんからいきましょうか。クリーミーさん以外は、あちらでね、客席でガンガンヤジを飛ばしてね、足を引っ張っていってくださいね、本当にね。いや、さあ、それではじゃあキム、はい、キムじゃあ引こうか。行きますよ、はい、ミッション。よし、お、
ブバン。じゃあカメラに向かって。これ。お。エビダンメンバーの秘密をそれぞれ披露しろ。出たー。これはまさかの。秘密暴露だよ。言っちゃえ言っちゃえ暴露2段メンバーのこれは大丈夫ですか一人一個ぐらいある自分のいやメンバー自分でもいいんだけど自分が損するよいやこの僕はこの人の秘密を知ってるみたいなありますか次引いていいですか次引いていいですかいきますよこれ制限時間あるんですかねない特にない2分以内に、いっぱい秘密を暴露したらいいということですねちょっと待ってさあさあさあいきますよ用意スタート、はい、おっ来たいいよ流星司はドリアが嫌いです。司はドリアが嫌い。やべえ、バレちゃったなドリア嫌いなの。もうサイゼリア連れてってもらえないよ絶対。そういうことでいい。そういうのでいいんだよ全然。はい。うん。はい、司はこの間、うん、あのタラコが嫌いになりました。タラコが嫌いだった。なんでなんで？なんで？何のきっかけで？つぶつぶが怖くて。つぶつぶが怖い。なんですか。なんかやけに粒がでかかったのかな。急に嫌いになった。食べてて。うん。うわ急に粒が。うわ何これ粒じゃんってなったの。タラコは粒だよ元から。なるほどそういうのいいよ。どんどん。はい。ほ。流星は。うん。あの別にメンバー外でもいいんです。口紅、うん、じゃなくてこれはあの。口を舐める癖があるから口をそうなんか、唇を舐めるからピンク色になってるってことはいなんで諦めたんだよ最後なるほどなるほどどうですか他、このメンバーじゃなくてクリーミーさんじゃなくてもいいんだよこの人の秘密知ってるぞみたいなお面白いのいっちゃっておもっと面白いやつやばいやつどえらいやつ放り込まないとドベになっちゃうよやばいやつあ、はいおキムはいたちょっと先輩なんで怖いんですけどお行ったれ行ったれあのティムくんの、うん、おティムのあのパソコンのゲームのお宅で、うん、そしてあの5年間も続けてきたアカウントが、うん、いつかある日突然違う人に売られて、そして発狂して、コンピューターのキーボードを投げましたうわぁおっと発狂しちゃったのそりゃ5年間もね、大事にしたのにね悔しかったんで どんな感じで発狂したのいやもう、いやその時、僕、家に行ってたんですよ、どんな感じだったのモニターを投げましたモニターを投げたのモニター投げてないですどっちでもいいわモニター投げを投げまいがわかりました終了いや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 これはなかなか良かったんじゃないですかトップバッターとしてはみんな一個ずつ披露しましたしね、はい見てる人はどう思ったでしょうか、またね投票で、取りますので、じゃあクリーミーさん一回下がってもらいましょうありがとうございました、はい、続いてディッシュ、はい、ディッシュディッシュいきましょうか結構どぎついやつもね入ってるかもしれないから、はい、さあ行きましょうあらららら怖い。ユージ君頑張ってなってますよ。はい、ありがとうございます。うん。さあ、じゃあカメラに。はい。お、何？得意なパフォーマンスで会場に。これはむずいねー。あれってなんだろう。あれってなんだろう。
よし、じゃあこれ使う。あれだ、あれだ。さあ、それでは行きましょう。ミッションスタートー。はい。お、リュウジ。ちょっと得意なダンスを。ちょっと。ダンスいっちゃえ。はい。お、お。いいね、いいね。イエーイ。いいですね。ちなみにあれは何の曲に乗せて踊ったんですか？いや、別に特に曲はないです。ああ、なるほど。俺がリズムだっていうことですね。さあ、続いてはどうする？じゃんけんぽん。うわい、自分でじゃんけん重くし負けてんじゃないの。いっちゃいましょう。じゃあ、トイ、何があるの？あれだ。じゃあ、モノマネします。お、モノマネ、いいですね。ボビーオロゴンさんのものは、おー、誰もやったことないと言われているボビーオロゴン、行ってみましょう。え、マイク使った方がいいですか？あ、いいよ、使う。あ、じゃあこれのでよければ。ボビーオロゴンさんのものはします。カメラに向かって、じゃあこっちですか。じゃあお前ふがけんじゃねえ。おー、おー、おー、いいじゃない、超クオリティ高いよ。なかなか良かったよ。たくみいっちゃいましょうか。じゃあ、カジですか。何、モノマネ。僕もモノマネをやるんですけど、毎回ニコ生でしらけてるあのモノマネをやります。はい、今回は受けると、セルのモノマネ。出たね、セル。離れたい。カメハメハ。ちょ待って、セルあんまカメハメハって言わないでしょ。言うんです。あ、言うの。言うんです。あ、なるほどね。おお。怖くなってきた。いや、怖いですね。皆さん、温かい毛布をご用意してください。わかりました、終了。これはどうなんでしょうか。スーパーファミコン版でそういうのがありましたねっていうことですけど、そうなの？もう隠れちゃってんじゃん。隠れちゃってんじゃん、もう。わかりました、ディッシュチームでした。ありがとうございました。超特急、超特急いっちゃおう。怖いね、これね。怖い、ドキドキするね。なんで超特急だけこんなに多いの。さあ、じゃあ誰が弾く。はい、ゆき。はい、はい。あ、おお、いける、いける。ニコニコで寄せられた質問や、要望に可能な限り答えろ。おお、なるほど。あ、これはいいですね。じゃあ、コメントが流れてきますので、これに可能な限り、答えていくということでよろしいですかね。じゃあ、ニコニコ。早くキス顔だって。もう始まってる。じゃあいきますよ。じゃあ皆さん質問ね、質問やリクエストいきますよ。よーい、スタート。何ですか？キス顔。キス顔。誰カイ。カイのキス顔。かわいい、かわいい。結構結構口黒前に押し出すんだね。ゆうきくん、なんかモノマネしてということですよ。ゆうき、あ、お、モノマネいっちゃえ。全然いけないんです。いいよ、いいよ。ハウルの、ハウルカルシェファーのモノマネ。おう。ちょっと待って、全員離れたけど大丈夫。俺面倒見きれねえよ。ハウル、ソフィーがいじめてくるんだ。見える。お、意外と受けたよ。結構受けたよ。よかった、よかった。セルより、セルより似てる。セルより似てるって。さあ、どんどん全員でおとぼけ顔して。何おとぼけ顔って。あ、ゼロの顔。じゃあ全員3人1で無の顔、無の顔。おとぼけ顔ってなんかふざけた顔みたいな感じじゃない。ふざけた顔。うん、ふざけた顔。変顔にする。変顔。あ、ゆうすけ、ゆうすけの。お、
ゆうすけ？あ、僕です。ゆうすけ。ゆうすけ、変顔得意なの？変顔、変顔、変顔。じゃあ、ゆうすけの変顔まで3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。いいね。微妙に足をこう変えるんだね、こうやって。そう、力が入ってしまう。やっぱね、顔をね、変顔させるために足もやっぱやんないとね。全身でやんないとね。さあ、ラストぐらいいくよ、ラスト。ラストはバク転、バク転できんの？危ない。みんなセルのモノマネして。あ、みんなでセルの、どういうこと？ね、一瞬コメントがゼロになりました。嘘だ。全員で上目遣い。あ、全員で上目遣い？じゃあ上目遣い。じゃあ行きますよ。三、二、一、九。さあ全員上目遣い。全員。なんで出たのだ。なんで。ゆうすけそれ上目遣いじゃなくて上目線だから。あ、そうだ。上から見ちゃってるからそれ。終了。ありがとうございます。なかなか良かったんじゃないですか。こんな大人数にしてはね、結構まとまった感じで。ありがとうございます。超特急でした。さあラスト。プリズマックス。はい。マックスやりそうなんだよな。さあじゃあ行きましょうかね。はい。あ、じゃあはい。はい。うわ、いいの引いてない、いいの。お願いします。いいの引いてないってもう一枚ラスです。ラス。ラス一枚。四枚しか入ってない。はい。最高。おっしゃ。来た。これはいけ。さあ何ですか？ユニットの一体感、仲良さを見せましょう。おお。じゃあ最近プリズでしかわからない言語があって、おそれで会話してるというかね。お前。うん。ね、ちょっとやめとったらいいんだよ。いや、これやめようよ。まあ一回それやってみて、とんでもないことだったら、なんか違うことしたらいいんじゃない？いいよ、いいよ、リアルな相談いいよ。あれまずくね。じゃあ、あれまずい。さあ行きますよ。まずい。いや、行こう。いや、もう大丈夫、はい、それでは行きましょう、はい、アドリブパフォーマンス、スタートー。あ、それガッサン、ガッサン、え、そこだけやりかんす、ガッサン。ちょっと、ちょっメンソの軍艦。え、ガッサン行くの、スクマイク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 、よし、今日お待ちけるまで好きなの。あ、それガッサン。なんだろう、やっぱりね、言葉なんていられないと思ったよね。わかるよ、なんとなく情景がね。さすがプリズマックスだね。これでね、地方回れるよ、大丈夫だよ。1年ぐらい食っていけると思うよ、これで。リハーサルの時にやってんだよね。仲の良さ出たね。わかりました、ありがとうございます。プリズマックスでした。さあ、それでは、皆さんね、もう一度前の方に出てきていただきまして、アンケート取りましょう。さあ、どのパフォーマンスが、一番良かったか、アンケートでございます。はいはいはい。いやー、良かった、いろいろあった。ちょっと思い返してみましょう。クリーミーは、クリーミー何だったっけ。秘密。あ、秘密を暴露するね。あ、これもなかなか良かったですね。ディッシュはパフォーマンスです。あ、パフォーマンス、なるほどなるほど、はい、そして超特急はコメントに対して、あ、要望に対してね、はい、そしてプリズコです。プリズコね。プリズコ良かったな。お客さんにもちょっと聞いてみましょうか。クリーミーが良かったと思う人。おおほう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 。ディッシュ。あ、ディッシュ2人。ほう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 。やっぱセルのモノマネが影響したのかな。途中のボビーまで良かったんだけどね、すごいね。じゃあ超特急。
超特急、あ、超特急もまあまあいますね。プリズマックス、プリズマックス、おお、会場は結構やっぱプリズマックスが多いですね。クリスマックスじゃない。ちょっと言いそうになったけど、うん、目ざといね、そういうとこね、見つけてくるね。さあ、アンケートは進んでるんですかね。進んでる。さあ、投票してくださいね。お、コメントちょっと出ますよ、今ね、アンケート取ってるからね。そういうことですね、はい。なんかやり残したことがある人がいたら全然やってもいいですよ。大輝何？大輝あれやばいですよ。あれ何？どれ？大輝超やばい。大輝まだまだアンケート中だから。何？はい、3、2、1。どうもすいませんでした。謝る気ないだろおい。いや、こいつ、こいつ後ろでずっと、はい、どうもすいませんでしたってずっと言ってる。なんかね、皆さん自己アピールとか、手を振ってくださいっていう指令が出てますので、皆さん手を振ってあげてくださいね。あ、でもそんなやるんすか。でもクオリティ高かったよ。でもなかなかのクオリティだったよ。俺も隣でずっと見てるけど、ちょっとバク転、みんなバク転うまいの？はい、そうですね、みんな、はい、はい、ティムはあれだろう、ゲーム専門だろう、ね、キーボードそうだうまい。さあ、アンケートの結果が出たようです。それではアンケートの結果見てみましょう。こちらです、どうぞ。お、23.9、16.9、16.9、16.9、優勝はプリズマックスです。そしてですね、プリズゴで喜んでおります。さあ、そしてですね、超特急とディッシュが同票。そうだろ、これはどうなりますか。決戦投票、ちょっと待って。さあ、どっちが罰ゲームを受けるのか。一発逆対決、お、いやいやいや、もう一回投票ですか、本当に。そんな尺がないということで決戦投票でいきますか。じゃあ、ディッシュと、超特急どっちが良かったか、皆さんもう一度、決戦投票いきましょう。出ますかね。一発ギャグあるなら、もし今のうちにやっといた方がいいと思いますよ。ユウスケとか、ユウスケ、ユウスケ、ユウスケ、3番、ちょっと待ってお願いします。今日はモノマネちゃんと持ってきました。オーケー。わー、オーケー。ビートたけしさんやります。お、バイル歌えろ。え、お前エビナルメンバーか。そうだ、ヘッド様急に、みんな投票くれ、お願いします。2位、やばい、やばい、これはやばい。これはどう影響したんでしょうか。それでは結果見てみましょう、どうぞ。さあ、出ますか。あ、うわぁ、ということで、一番ビリはディッシュ。セルのせい、これやばい。セルのせい、セルのせい。さあ、セルのせいだ。セルのせい、セルのせい。誰のせいか探すのやめてください。さあ、罰ゲームをご用意しております。さあ、ディッシュにはですね、こちらの激マズジュースを飲んでもらいますよ。セルが飲んで、セルがこれはもうセルが飲む。セルが飲め、いけ。セルが飲んで、なんか一言言え。セルが飲んで、セルで一言言って終わりましょう。うわ、うわ、どう、セル苦い。苦い、苦い、何のモノマネもしてなかったよ、本当に。はいはい、お水ね、お水飲んでね。はい、うん、本当にテンション下がっちゃってるじゃん。さあ、ということで、箱の中身は何だろう、エビダンアドリブパフォーマンス対決でした。さて皆さん、エンディングでございますよ。エンディングで、エビダンの告知があるということで、はい、誰からかな、司くんから。そうです、はい。12月25日に原宿ラフォーリミュージアムで、ワンマンショーを行います。お、そして、来ていただいた皆さんと握手会が決定しました。1部、2部終了時に行うので、そちらもぜひ来てください。各、あ、じゃあプレイガイドでチケット発売中です。お、それで、今日のこのイベントの外の
あの入り口のところでチケット発売してるんで、なるほど、そちらもよろしくお願いします。はい、はい、そして毎週大体土曜日ですね、ここニコニコ本社の2階にて、僕たちの選抜メンバーの、公開生放送を行っております。そしてですね、その、情報などは僕たちのホームページに載っておりますのでチェックしてください。そしてホームページの中にですね、ホームページの中にですね、何か忘れたっけ、そうだ、視聴覚室というコーナーがございまして、そこで僕たちのレッスン風景など見れますので、うん、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。どうした？もうまたこいつ、またどうもすいません、振ろうとしてるの、本当に好きなんですよ。俺ら的には助かるけどエビダン的に損しない、大丈夫まあまあいいですけどね。さあ、ということで後半はね、ダンスとか、どうした？最後の最後で騒然となってということで、後半ライブがあるということで、ニコニコ動画をご覧の皆さんはこれで終了ということでございます。みんなあのカメラの方にね、みんな手振ってあげてくださいね。ありがとう。はい、ということでまたお会いいたしましょう。後半はライブでお楽しみください、はい、というわけでニコニコ生放送をご覧の皆様はここまでとなります。お届けは響きの小林とエビダンでした。バイバイ。